どうも、直告、ゲー、ドンニョードンニョーはい、ということで、ウォーリーの続きをやっていきたいと思います。第二十巻それぞれの旅立ちです、それでは聞いてください。オレンジ色の夕日を浴びながら、カ館チは上陸の先頭に立って、高速道路の出口を降りていった。さあ、 みんな艦長は前を見つめたまま、乗客たちを力づけるように元気よく声をかけた。最初は小さな一歩だけど、それがやがて大きな、と、そこまで言いかけたところで足がもつれ、転んでしまった。<laughs> 一台の乗務員ロボットが急いで駆け寄った。オートに操られていた乗務員ロボットたちも今までのただのロボットに戻っていた。艦長、動かないでじっとしててください。 次々に乗務員ロボットが駆け寄り心配そうに艦長を取り囲んだ。けれど艦長は助けを借りずに自分の力で立ち上がろうとした。大丈夫一人でできるなんとかして体を起こすと艦長は服についた泥棒を手で払った。たとえ一歩ずつでもこれからは自分の足で歩いていかなくてはいけない。自分の力だけが頼りだった。二本の足で立って歩く。 アクシモス館にいる間はそんな当たり前のことさえ忘れていた。と同時に人間としての誇りも失われていた。まずは人間らしい生活を取り戻すこと。そこから新しい地球が生まれるはずだ。そう館長は信じていた。館長の思いは乗客たちにも伝わった。快適だったアクシモス館からいきなり勾配した地球に連れ込まれ、最初は戸惑っていたが一歩ずつ前に進んでいくたびにここが自分たちの 故郷なんだという実感が強くなっていった。艦長は乗客を振り返った。ここに井戸を掘ろう。と言って、干からびた入江を指さし、彼方の赤茶けた地,球地平線を見つめた。今はまだ晴れ果てているが、やがて水が湧いたら、きっとまた地球に緑が戻ってくるだろう。それから畑も掘り起こそう。艦長はにっこりと笑った。かつて人類は文明に溺れ、地球をボロボロにしてしまった。 その結果が今目の前に広がっている荒れ果てた景色だ崩れかけたビル乗り捨てられた車陥没している道路どこまでも続く瓦礫やゴミの山空を覆う灰色のスモックまさに文明の墓場だったけれどだからこそ一からやり直すことができる文明を生み出す前の原始に戻り自分たちの知恵に力を頼りに自分たちの手で新しい地球を作り直そうきっとできるはずだ こんな環境でも小さな植物が生まれ育っていたのだ。館長にはあの植物は地球からのメッセージだと思っていたらしい。その気になれば地球を蘇らせることができる。それを地球を持っていると伝えたかったのだ,だろう。大丈夫。きっとうまくいく。館長は力強く宣言をした。館長の言う通りだった。月が経つうちにゴミに覆われていた地面にポツポツと 草が生えるようになる。やがてそれは緑の平原となって広がっていった。スモークも薄くなり、地球は太陽の暖かな光に包まれて輝き始めていった。ウォーリーは相変わらずゴミを圧縮して積み重ねる仕事を続けている。けれどもう一人ではない。イブや仲間のロボットたちが手伝ってくれるおかげで、随分ゴミも減ってきた。それまで700年間も一人きりで仕事をしてきた 頃に比べるとものすごい違いだ。ウォーリーはみんなに感謝していた。けれど、ウォーリーは気づいていないが、地球が綺麗になってきたのも、元を例えばウォーリーのおかげだ。ウォーリーが700年コツコツとゴミを片付けてきたから、植物が生えてきた。そのため、アクシモスカは地球に戻ることができた。ウォーリーの小さな努力が実を結んだのだ。ウォーリーはどんな時も諦めなかった。その一つの大きさが、 そのひたむきさがイブを始めた艦長やアクション物館の乗客、猛や修理室にいたロボットたちの胸を打ち、それぞれが自分を見つめ直すきっかけとなった。それがやがて大きな輪となり、こうしてみんなで力を合わせて少しずつ地球をきれいにしていくことができたのだ。そして今、少しずつ水をたたえるようになった入り江の向こうでは、ウォーリーとイブがトレーラーの屋根の上で夕日を眺めていた。幸せそうに肩を並べ、 手をつないで。ウォーリーはつないだ手をそっと見た。ハロードリーの男の子と女の子が手を握り合って嬉しそうにしていた気持ちがよくわかった。イブの手と自分の手が重なると暖かさが2倍になる。勇気も2倍になる。このイブの手がある限り、この先何があろうと頑張っていけるウォーリーはイブを見つめてにっこりと笑った。イブは微笑み返した。 そんなウォーリーとイブを夕日がオレンジ色に染めていた。終わりってことで終わりました。はいどうだったでしょうか夕日がなんとかなんとかだってなりましたね。この二人は本当に、あの、運命に、運命で結ばれていた方なんだと思います。まあ、僕もちょっと運命に結ばれて、結ばれたいな運命に結ばれたいなって感じで。 運命に結ばれたいなってことで。はい。いつも思ってますよ。運命に結ばれたらどうなるんだろう。自分の人生どうなるんだろうってね。考えてます。ねまあ、今も楽しいけど。もっともっと幸せになりたい。もっと幸せになりたい。もっとエネルギーをちょうだい。チョコクッキー白リボン工食にもっとエネルギーをちょうだい。みんな。お願い。今以上に楽しくさせて。は、はい。ってことで、終わりたいと思います。それでは、終わるにゃバイバイ。